1981年ですかね、37年前から応援してます。もうなくてはならない存在で、どの世代でもやっぱりディフェンスが良くてチームワークよく点を取りに行く、で必ずしもそんなスーパースターはいないんだけど、みんなのチームワークが良くてどんな選手が出てきても同じな形で戦える。最初の練習はほとんどディフェンスでした。ディフェンスはまあボールは使わないで体の移動だけですから、いかにハードに頑張るか、みんなで一緒に。基本的なスタイルっていうのはあんまり変わってないなっていうのは感じますよ。やっぱりディフェンスでハードワークで頑張って頑張って、でそこからオフェンスにつなげて、練習から常にハードワーク、我々がこの社会人リーグだった時からもずっと続けてきてることなので、チームバスケットボールは本当に泥臭いことをね、一生懸命やるっていうことだと思います。毎試合必ず飛び込んでる選手がいるっていうのは、選手として東芝に入団した時からずっと変わらないですし、精神的に負けてはいけない、常にチャレンジで、まあ、ディフェンスもオフェンスも攻めていこうっていう、地味なチームだなって小さい頃からこう、ね、応援してて思ってましたけど、人のために自分の犠牲になる気持ちとか、ボールを追いかける姿とかを見て、こういうチームに入りたいなと。リバウンド体ぶつけたり、転がってるボール椅子があるところに飛び込んでったり、体張ってディフェンスしたり、そういうのも全部やっぱ勇気、常に一歩勇気を持ってチャレンジしてる。気持ちの部分、勇敢さ、常に元気を出さないといけないですね。まあ諦めないでチャレンジする、取れそうもないボールでもやっぱりそこに飛び込んでいく、いろんな要素での諦めない姿勢っていうのはこれからの川崎ブレイブサンダーズにとって大事な一つだと思いますし、伝統の一つとして忘れてはいけない要素の一つかなと思います。チームスタイルっていうのはほぼ変わってきてないと思います、ね、やっぱりそれを変えずにやる、やっぱり自分たちの強さ。 So, you know, anyone that comes in, it's like you gotta buy into what we're gonna do, otherwise you're not gonna last. 勝敗は絶対ありますけど、勝敗に関わらず何か見ている人たちに勇気を与えたり元気を与えたり、見てる人に何かを伝えなきゃいけない、そこはぶれない、真ん中にこうずっしりあるものとして僕の中にはあります、ね、チームメイト、スタッフ、そしてファン、みんなが一体になってファミリーとして一緒に戦っていく、そこがブレイブサンダースだと思います。